こんにちは。この間の小豆島の続きです。映画村に行った後にオリーブ公園に行きました。これもなんかね、最初になんかもう1時間遅れでなんかバスなって映画村も遅く1時間ぐらい遅くなって行ったんだよね。それでだからオリーブ公園も遅く着いてしまったんだけど、なんかなんだろう、写真見ながら説明したかったんだけどなかなか現れないなんかね、途中でこのオリーブ公園に行った時に、あのここあれなの、魔女の宅急便の実写版の映画の、 あの撮影した場所かなんかなんだよね。それで魔女の宅急便のお店とか、なんかあのほうきに乗って、あこれがお店の横かな、あとほうきに乗って飛んで撮影する場所とかもあって、あの風車のところでね、でその風車のところに行ったらなんか写真撮ってくださいって言われて、女の子に声かけられたのね。それで写真撮ってたら、なんかなんだろう、撮った代わりにじゃあ撮りますよって言って撮ってくれて、でそれからずっと一日一緒に名前もお互い知らないで、なんかもう撮影会始まって、それでなんかいっぱい写真撮って、で写真撮ってもらって、でまあメインは映画村とこのオリーブ公園だったんだけど、まあ、他にももし行けたら行きたいところをいくつか書いたんだよね。だけどなんか、まあ、この2つ行ければいいかなぐらいに思ってたんだけど、ね、そういえばそこ行ったって、もうバスの時間までもう10分ぐらいしかないのに行ってないよねって、確かあったよねって言って、魔女の宅急便のお店まで荷物隠してダッシュで2人で走ってで写真撮ってきたり、でなんだっけ、フェリー、夜のフェリーも同じところから出たんだけど、その時もあのなんだっけ、その時もあのまたもう一個行けそうなところ、ここもまだ時間あるから行けるんじゃないって言って一緒に走ってダッシュで行って写真撮ってっていうのして、なんかその結局さ、予定通り行ってたら多分この子に会えてなくて、なんか予定が狂ったおかげでちょうどこの場所で今写ってる写真の風車のところで会えて、すごく楽しくこの1日だけの日だ、あの訪問っていうか1日だけの小豆島だったんだけど、すっごい楽しく過ごすことができたのね。そうで、なんか話してたらすごいの、私なんかもうずっとね台風とか来てて、あの姫路と神戸往復何回かしてて、でもうずっと台風とか雨とかで姫路の漫画喫茶でなんかいろいろデータ整理とか、あとソングブックのオリジナルの曲のノートの書き直しとか、なんかいろいろ作業して、なんか晴れるの待ってたんだよね。そしたらある日の夜中に、あれ明日だけ晴れるじゃん天気予報みたいな、明日行くしかないんじゃないって急にこう夜中に思い立って調べ始めて、旅のしおり作ってそれで行ったのね。そしたらこの女の子も同じこと考えてて、同じタイミングで同じこと考えてて、で旅のしおり私は手書きで旅のしおり作ったんだけど、この子もはパソコンで旅のしおり作って、で行きたいところ書いたのがほとんど、まあ、最低このぐらいかなっていうのは同じところだったの。それであの
フェリー乗り場は全く逆の場所だったんだけど、到着したのも同じ時間で、もうなんか何これっていう感じだったんだよね。なんかいろんなさ、誕生日とか、あのなんだかな、言語交換でさ、なんか言語交換のアプリでなんかな、結構何人もあって、でその中の一人の人がもう私と話してて、娘そっくりだって言って、娘の誕生日が何月何日なんだけどって言って、同じ誕生日じゃないって言われたことがあったの。もうびっくりして怖くなっちゃったんだけど、だからそういう風な、なんかなんだろう、星座とかさ、誕生日とかさ、で同じ なんか同じパターンで生きてる人がいるらしい。同じような性格とかもそうだけど、なんかそういうのはあるんだなっていうのは思ってたんだけど、なんかこの子が全く私と同じパターンで、まあこの時のこの日はね、他の日とか知らないけど、なんか、あ、同じ風に同じタイミングで生きてる人がいるんだなって、なんかもうびっくりな出会いだった。だから名前とか連絡先とか交換しないで、あの写真だけ送り合って、じゃあまたいつかばったりどっかできっと会うねって感じでバイバイしたんだけど、なんか本当に不思議 ですごい楽しい出会えた時でだったんだよね。でよくこういう写真の撮り合いとか昔よくしてたなって思って、ああ私こうやって普通に写真撮り合ったりするの好きだった、そういえばとか、あ、そういう風に普通に写真撮り合ったりする人といるの私好きだったん、そういえばとか、なんかそういうの思い出したりして、なんか本当に小豆島からガラッと変わった旅の中で、ガラッと変わった時になってたなって、この出会いでも、この出会いのことを思ってもそう思ったね。うん、本当よかった。もう暑かったけど、この時多分タイマーで撮ったんじゃないかな。うん、なんか関西からバスで来たって言ってたかな。帰りのフェリーはなんか方向が違って、私小豆島から岡山に、広島岡山どっちだっけ、どっちかな、どっちかに行ったのどっちだっけ忘れちゃった。でこの子はなんかまた違うところからバスが関西に出てるから、そっから関西にバスで帰るって言ってて、本当はね坂本龍馬のねところにずっと子どもの時から行きたかったから、こっから四国に渡るかめっちゃ悩んだんだけど、調べたら結構遠くって、って思って、まあ断念したんだけど、なんかフェリーで四国行って、そこから坂本龍馬のところまで結構時間とお金かかる感じだったんだよね。それで断念して、で最終的に着いた長崎で坂本龍馬がいたっていうなんだこれ大人になった坂本龍馬が、めっちゃかっこいい像があったっていう。なんかね、子どもの時に大井龍馬っていうアニメやってて、なんかそれからなんか土佐に行きたかった、坂本龍馬の育った生まれ育ったところ。うん、ハウステンボス行けたけど坂本龍馬
登山は行けなかった。行きたかったところ、そうだね。砂丘も行かなかったね。あと忍者村。忍者村も鳥取だっけ？どこだったかな。でも全然思ってもみなかった。小豆島に行けてすごい良かった。本当におすすめ。日帰りでも行けるから。でフェリーもそんなに高くなかった。こんなにお手頃でフェリーって乗れるのって思って、うん、すごい天気のいい時にフェリーってめっちゃ綺麗だね。私佐渡に、子供の時佐渡に行った時とかさ、フェリー乗ったけど全然なんかフェリー乗って良かったって思った記憶がないからさ、なんかこんなにフェリーって、でもやっぱ海が違うからかな、日本海じゃないからかな、すっごい綺麗だった。はあ、なんかね本当に最後ドタバタで、さっきダッシュで走っていって、お店、魔女の宅急便のお店行って、で入ったんだよね。そしたらすっごいね、店員さんがめっちゃ不愛想で、怖くて写真撮っていいですかって聞けなくて、それでなんか、そうそう、それでなんか後で出てくるかな、なんかこの女の子がね、一個ね、これ買いたいんだけど買うかすごい迷ってるって言ってて、あ、じゃあ私も買うからお揃いで一個ずつ買おうって言って、なんかね、昼の絵と夜の絵があったので、夜のやつが気になるって言ってて、じゃあ私昼買うから夜買いなよって言って、お土産があって、で買ったから、なんか聞いてみようって言って、写真撮っていいですかって言って、魔女の宅急便のお店の写真撮らせてもらって、でももう怖くて1枚しか撮れなかった。この写真はね、なんかあんまり覚えてないけど、すごく大きい本があったんだよね多分。この向こうの島が四国だよね、きっと。ちょっと写真長くしすぎちゃったからこの辺にします。どうもどうも。あ、もう終わるかな。本当に良かった。でこの写真、これなんかね、一個前にこの間作った曲のメイキングの音源を全部載せてアップしたんだけど、それ編集しながらもう本当にこの写真の映像に景色とか空とか海とか、なんか本当になんか綺麗だわーって、めっちゃなんか改めて癒された感じだった。あ、このお店、ここ行った後かな、本当にもう時間ないっていう時に、ここ行く前だったかな、なんか手作りのね、しおりが作れるの、オリーブのしおり、いや、それも作ろうって言われて一緒に作って、思い立って動くみたいなのが、あ、これこれ、中撮れないから外で写真撮ったんだよね。お店の外で戸閉めて、なんかテンションっていう、テンションと違うよね、なんかめっちゃ気があったっていうか。
これこれ、夜と昼、なんか鏡になってて、めっちゃ可愛かった。これがね、あのなんだっけ、港、フェリー乗り場の近くのところ、名前忘れちゃった。あ、エンジェルなんとかだったかな。結構撮ってくれて、結構撮ってくれた。でもね、写真ねいっぱい送ってくれたんだけど、いくつかね多分受け取り忘れっていうか送ってもらい忘れがあって、あーって思ったんだけど、どっかで会わないかな。まさか長崎まで来ないよな。これ戻る時に写真撮られて走ってる。これなんだっけ、あ、はい、そろそろ終わりです。なんかおしゃべりが全然出てこなかった。ちょっと短くしようかな。よかったら行ってきて、めっちゃよかったから。ではでは、またね。